こちら。近づどうも皆さんはこんばんちは、たかまるです。ディビジョン通知をやっていきたいと思います。頑張ろうって。今回は見えねタイムズスクエアの見てた経電池やっていきたいと思います。じゃあ行くぞ。はいよ。失礼します。最優先事項は地区全体の電力が失われる前にタイムズスクエアの変圧器を再稼働させることだ。修理方法は俺の指示に従えば大丈夫だと思う。多分な。なるほどね。さて一人いたな。最初の作業だ。やってるし。俺たちは手動で電源を切らなきゃならない。俺たちというのはいつも通りお前のことだ。逆だと思うかもしれないが、利用してくれ。失敗した。おちょい奥サイド。おちょい。向こうか。こう行ってこう行って、こんなか。おお、確かに変です。スイッチを切るだけだ。それだけでいい。はいよ。よし、電源が落ちた。これで丸焦げにならずに変圧器を修理できる。悪いわね、ローズ。別の任務ができたから中断させて。映像が消える前に見えた部屋の死体がディビジョンエージェントだと特定された。エージェント、任務を一旦保留して何が起きたか調べて。連邦捜査官ってやつは。近くに警察の文書がある。場所を転送中。地下鉄のカメラの映像が保管されているはずだ。注意して。はい。あの銃撃戦でライカーズの注意を引いたから間違いなく標的にされる。このような価値のある標的を狙うチャンスを逃すはずはない。おいで。敵の増援を検知。出て出て。なんだ。オッケー。落ちてる横。ちょい、どこからだ。向こう。まだ向こう。紫。エージェントたちの映像を探す。電力を稼働する仕事に戻って。本当にもう済んだのか。別にこっちの仕事には何の重要性もないからな。こいつを直して作動させるにはまともなヒューズボックスがいる。電力会社のウォーレンゲートが修理のために人を送ったが、その記録はない。つまり修理は行われず、部品はボックスも含めてまだバンの中にあるはずだ。大体の場所は分かっているから、今忙しくなければ。ご連絡します。レベル3のバイオハザード防護服なしでの立ち入りは固く禁じられています。そのヒューズボックスを変圧器に差し込むんだ。場所は俺が教える。運よく全てがうまくいったら観光客が押し寄せた頃のタイムズスクエアに戻るだろう。ここうまく持ち上げられたか。あれを運んで腰を痛めても、要塞は降りんぞ。
あぶ。部品は？よし、じゃあ軽電気焼きやってくれ。私が行こう。頼んだ。よし。前だ、前、前してる。紫がいたでした。紫まだ一人ぞ。紫いねえぞ、ほんま。紫顔出した。オッケー。まだいる。二人かな？いや、いっぱいいた。ん？いや、充電器どこだ？あ、通り過ぎてるし、最高。うん、ん？違う？なんだ、意味わかんない進行方法ですけど。敵は処理済み。こっちはこっち。じゃあ今 GPS 通りに動いてる。よいしょ。お、はい、はい、わっしょい。どうでした？こっち？残念だが、スイッチを入れるだけじゃダメだ。すべて稼働するのを確認できるまで待つんだ。その間、かなり無防備な状態になる。ライカーズもバカじゃない。あなたを狙ってくる。ここまでにしたことを考えると報復をしようとしているはず。テレビついてる。警告、敵をキャッチ。聞こえた。どうぞ。スナイパー、黄色のスナイパーと、あ、黄色を倒した。出て、まさきゲッチュー。後ろしてる。クラッシュ。ボマー一人した。スナイパー一人。ヒーローがスナイパー。あ、じゃあスイングギラチ扱いね。ボスだけ。オッケー。よし、再稼働したぞ。配電網は安定、電気もついた。撃たれて壊れてるものは別だが。タイムズスクエアらしくなった。多くの人々にとってこれは意味のあることだ。どうし27か。これ何の動画なんだろう。よく見ろよ、エブラ。ファイナザースマイリストマン。誰だこいつ。発見された侵入者は直ちに排除されます。
よいしょ。お前は本当に大したもんだよ。つい希望を抱きそうになる。それはまさに奇跡ね。抱きそうになるだけだ。お前さんの土産のせいで眠れない。どうやら俺は正しかったらしい。そうだろう。世界で最も賢く強力で優秀な装備を持つエージェントであっても道を踏み外す奴はいる。奴らに勝ち目はない。あなたが何を言おうと。俺を敵だとでも、エージェント、あるいはただの皮肉屋だとでも、俺は愛国者さ。だから苦しんでるんだ。民主主義の本質はバランスだ。俺たちは権利と一緒に責任を負ってる。誰も手にしてるものの貴重さを分かってない。陪審に投票、責任を忘れた瞬間に消えちまう代物だ。誰もただ飯は食えない。この国は誰かが勝手に物事を進められないようにできてる。力のバランスだ。だがどこかのバカがディビジョンなんてのを作って崩壊さ。責任の伴わない強力な権限、この国の理念と正反対の考えだ。馬鹿げてる。俺たちに残されたのは善意だけだ。いいえ、私たちもここのみんなも、それに善意より力強いものを持ってる。必ずやり遂げるわ。正しいやり方でね。うんうん。それが真実であることを願うよ。連中と何が違うのか正直わからん。ただみんなが違うことを願ってる。うん、OK。なるほどね。はい、というわけで今回はここまで。次回も見てくれると嬉しいです。それじゃ、エヴァノー。